桜の勇気、作古川恵子。こうやって手を差し出して桜の花びらが自然に手のひらに乗ったら恋が叶うんだって。さえは飴玉を受け取る時のように手のひらを上に向けて桜の木に差し出した。自分で取りに行っちゃダメなんだよ、手のひらに乗るのを待たなくちゃ。そう言って桜の木の前にじっと立って待つ。そんなおまじないを桜が咲いてからずっと続けていた。先おととい桜の花びらが一枚さえの手のひらに乗った。その次の日、さえは卒業式で制服のボタンをもらった先輩に改めて告白をして付き合い始めた。さえの恋は叶った。次は小春の番だね、とさえは言う。私の恋はさえのようにうまくはいかないと思う。高弘は幼稚園の頃からずっと同じクラスの友達だ。お調子者でいたずらばかりしていて、よくおばさんに怒られている。同じ吹奏楽部で一緒にいるのが当たり前になっている。いつもくだらないことで笑わせてくるし、気を使わなくていいから高弘といるとすごい楽だ。クラスメイトにも夫婦なんて言われてからかわれている。でも私が好きなのは土屋くんだ。土屋くんはあまり喋らなくて、昼休みと放課後はバスケをしている。昼休み以外の休み時間はだいたい寝ている。寝る子は育つって言うからたくさん寝て身長を伸ばしたんだと思う。1年の時、学校帰りに土屋くんの家の前を通った時、庭にあるバスケットボールでシュートの練習をしていた。次の日、家にバスケのゴールがあるんだねって話したら、お年玉ためで誕生日とクリスマス我慢して買ってもらったんだって笑った。その笑顔を好きになって、学校帰りに家の庭でバスケの練習をする土屋くんを見るのが楽しみになった。2年の時はクラスが分かれちゃったけど、今年は同じクラスになれた。もし告白してダメだったら？せっかく同じクラスになれたのに気まずくなるのは嫌だな。でもうまくいったら修学旅行一緒に回れるし、体育祭とか文化祭とかのイベントを一緒に過ごせるんだよ。彼女として試合の応援に行けるし、でさえは言う。それはわかるけど怖いよ。私は頭の中のぐるぐるを整理するためにお堀の桜並木をぐるぐる歩いた。桜並木は半分くらい葉っぱになっていて、桜の花びらで覆われたお堀の水の中を白鳥が泳いでいた。どうしよう、どうしよう。軽く手を握って腕をブンブン振って歩く。そうして30分くらい歩いていると、握った拳の人差し指と親指でできた輪の中に桜の花びらがすっと入り込んだ。そっと手を開くと、桜の花びらが一枚汗ばんだ手のひらに張り付いていた。私はもう一度手を握る。桜がくれた勇気を握りしめて土屋くんの家へ走った。息を切らしながら土屋くんの家に着くと、土屋くんは庭でシュートの練習をしていた。土屋くん！呼びかけると土屋くんがボールを芝の上に置いてこっちに歩いてきた。どうした？話があるの！
きちゃったけど、どうしたらいいのかわからない。走ってきたのか？土屋くんがびっくりしたように微笑む。このドキドキは走ってきたからだけじゃない。不意に強い風が吹いて、バス停にある桜の花びらが飛んできた。好きです。付き合ってください。口から出たのはありきたりな言葉だった。え？俺？だってお前高博と。違うよ。私いつもバスケの練習をしている姿を見て好きだなって思って。ダメかな。沈黙がつらい。うん、いいよ。え、今なんて？いいよって言った？頭が真っ白になる。帰ったらサイに電話しよう。そしてこれからの楽しいことをたくさん考えよう。握ったままの桜の花びらを胸に当てて、ありがとうとつぶやいた。ありがとうございました。